はい、どうも皆さん、こんにちは、パセイオです。それでは今日もやっていきましょう。東大卒会計商社マンがファイヤー戦略について語る、パセイオのファイヤー教室。本日は、損出し、失敗しないための注意点5選ということで話していきたいと思います。さて皆さん、今年も損出しの季節がやってきましたね。損出しは皆さんご存知ですかね。一言で言えば、株式投資にかかる税金を安くする方法ですよね。ただし、この損出し、間違って使ってしまうと、損出ししない方が税金が安かったのに、下手な損出しをすることでですね、かえって税金を高くしてしまうので注意が必要なんですよね。そこで今日は損出しで失敗しないために考えるべき注意点を5つ取り上げていきたいと思います。上手に損出ししたいなとか、損出しで失敗したくないよという人はぜひこの動画ご覧になってください。ということでこちらが本日の目次です。まず、損出しの仕組みについて簡単に説明した後、そして、節税のために損出しすべきか考えるときの注意点を5つ一気にお話ししていきたいと思います。ただですね、これ1つの動画で話すとすごく長くなりそうだったので、今回は前半と後半に分けて2回の動画でお送りしようと思います。この前半の動画では注意点2までお話しして、注意点3以降は別の動画後半編として取り上げていきたいと思います。それからですね、最初に一つだけお断りさせていただくと、損出しすべきかどうか、これはですね、非常に奥が深いんですよね。今日の5つの注意点を理解すればそれで完璧っていうものではなくって、あくまでも皆さんが自分の税務戦略を考えるときのヒントにしていただけたらなと、そんな位置づけで見ていただけたらなと思います。他にもこんな注意点あるよねとか、自分の場合はどうみたいなコメントがあれば、ぜひコメント欄に書いていただければと思うので、そんなつもりで今日聞いていただければなと思います。またですね、本当に損出しって奥が深くって、動画で全部語りきるのが本当に難しいので、皆さん、今週末土曜日、12月18日の夜8時からライブをやろうと思います。ライブではですね、今日この動画で語りきれないようなコツをお話ししたり、またパセイオ家がですね、今年どんな風に損出ししたかもお話ししますし、さらには皆さんからの質問にも答えていきたいと思いますので、ご都合つく方、ぜひご参加ください。概要欄に参加リマインドするためのリンクも貼っておきますので、ぜひリマインドセットしてお待ちいただければ嬉しいです。ちなみにこのチャンネルでは、東大卒会計士商社マンの私がファイヤーに関する情報をわかりやすく解説しています。また、私パセイオと妻のクララ、この共働きアラサー夫婦がファイヤーを目指す過程についても発信しています。ファイヤーを目指す方の参考になるかと思いますので、もし動画が気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をして応援いただけるととっても嬉しいです。家族紹介についてはこんな感じです。よろしければ一時停止してご覧になってください。はい、ということで、まずは損出しについてこちらの表を使ってしっかり理解していきましょうね。こちらは株式投資の課税のまとめ表。今日はとにかく税金の話ですよ、皆さん。大前提として、税金を払ったり、受け取ったりするっていうのは、損益が確定した時ですよね。で、株式投資において損益が確定するのは、2パターンあって、株を売却した時か、配当を受け取った時、まあ別の言い方をすると、キャピタルかインカム、この2パターンがありますと。で、それぞれに対して課税の仕方っていうのがあってですね、まず売却の方を見ていくと、売却っていうのは、利益が確定する、損が確定する2パターンありますよね。もともと買った値段より上がってたら利益。まあ、これを譲渡益とか売却益って言いますし、もともと買った値段より下がったところで売ったら損が確定する、売却損、譲渡損ですよね。で、一方で配当の場合は、これ配当で損するってないですからね。配当で受け取ったらそれがそのまま利益ってことなので、配当の場合は利益だけがあるってことですね。じゃあ、この利益だったり損失に対してどんな税金がかかったり還付されたりするのかっていうのをこちらで見ていくと、まずは売却の方ですね。売却の方はですね、他の所得と、例えば給与所得とか事業所得とかとは混ぜずに、この売却損益だけで計算して課税するので、分離課税と呼ばれる方法で課税されます。逆に言うとそれ以外の課税の方法は選択できないんですごいシンプルなんですよ。で、1月から12月の1年間分のですね、売却の利益と損失、これをまとめて、トータルですね、相殺して、儲かっていたら、値上がりした分に対して 20% の税金がかかるし、損していたら、何も税金はかからない。で、むしろそのマイナスっていうのは、将来に3年間繰り越してですね、来年以降黒字が出た場合にはぶつけることができるっていうものですよね。はい。売却は分離課税しかないので、こんな感じですね。シンプルですね。で、一方、ちょっと複雑なのが、配当の方にかかってくる税金なんですけれども、これは、この3つのパターンからの選択になるので複雑なんですよね。
一つ目が確定申告なし、二つ目が総合課税、三つ目が分離課税っていう、この三つからの選択になるんですよ。で、今日は損出しが中心なので、あんまり詳しくは話さないんですけれども、もし忘れちゃったという方は、こちらのですね、過去動画、面白いほどよくわかる配当の節税方法という動画をぜひご覧になってください。概要欄にリンク貼ってます。また、この動画の最後にですね、おすすめ動画としても出すようにしてますので、ご覧になってください。簡単にだけ復習をするとですね、確定申告をしなければ、配当、受け取った分に対して 20% の税金が取られてます。それでもう終わりですと。で、一方ですね、それをなんとか下げたいなと思う人はですね、確定申告をするんですけれども、確定申告で総合課税という方法を選ぶとですね、年収次第なんですけれども、年収がそんなにめちゃくちゃ高いってわけではなければ、税率をですね、この 20% からですね、5% とかまで下げることができるんですよね。特に日本株の配当の場合はですね、配当控除っていうすごい武器が使えるんで、下げ幅が大きいんですよね。で、一方、分離課税で確定申告をするとですね、税率自体は丸1の 20% と変わんないんで、あんまりメリットなさそうに見えるんですが、これはですね、株式の譲渡損と相殺ができるんですよ。つまりこの株式の譲渡損って、この横での相殺のみならず、この斜めの相殺ができる。ただし、斜めの相殺、配当との相殺をしようとすると、配当は分離課税という方法を選ばなきゃいけない。で、これうまくやれば、なので配当の利益を全部消し込んでしまえば、全額還付を狙えるよっていうのが分離課税の方法ですね。なので、損出し損出しって言ってるのはですね、含み損を抱えているような銘柄を売却してしまって、その損を確定させることで、そしてその年に出ている売却益だったり、さらには配当益とどんどん相殺をして、ここにかかっている税金を取り戻そうっていうのが損出しですよね。以上が、まあ、売却と配当にかかる税金の仕組みであったり、まあ、損出しって何っていうところですね。で、この表を見て考えるべき税務戦略としてはですね、まず今年、まあ、すでに売却益があるよと、いう場合で、かつ、まだ含み損があるという場合は、ぜひこれ損出しをして、譲渡損を出してですね、この譲渡益を消し込んでいくっていう方が絶対お得なんですよね。で、悩ましいのは、この配当益がある場合なんですよ。この配当益にかかる税金の下げ方が少し悩ましくって、今見た通りですね、この丸2の総合課税にするとですね、別に損出しとかっていうのは関係なくって、この配当控除っていうすごい武器が使えてお得なんですよ。ただ、譲渡損と相殺をしたいんであればですね、この ③ の分離課税を選択しないといけないんですけれども、こっちにするとですね、配当控除っていうべきが使えないんですよ。ね。で、配当の課税方法って選べるって言っても、今年配当100万円もらったから、そのうち40万円は総合課税、残り60万円は分離課税みたいなことはできないんですよ。100万円配当受け取ったら、その100万円全部を総合課税しますか、分離課税しますかっていうふうにしか1個しか選択できないんですね。なので、配当にかかる税金を下げようと思った時に、丸2で配当控除を使うのか、丸3で損出しと相殺するのか、どっちがお得なのかっていうのを考えなきゃいけないよと。それが今日のお話になっていきますね。なので、今から注意点5つ話していきますので、最後までぜひ聞いていてください。はい、ということで注意点1つ目。まずはこれ、年収が低い場合で、日本株の配当の場合っていうのを見ていきましょう。これ具体的にはですね、日本株の配当の場合、所得が330万までなら、損出しするメリットは薄いということですね。なので、注意点1はですね、損出しで失敗するっていうわけではなくって、あくまでも損出ししてもメリットが薄い場合もあるんだよという話ですね。ね、損出しって何でもかんでもめっちゃお得って思ってる人がいたらですね、実はそうでもないよという話。そんなに時間をかけて必死になって絶対やらなきゃいけないってほどでもないんだよということですね。で、ちなみに先に断っておきますが、年収が低い場合って書いちゃったんですけれども、これですね、年収が低いっていうのはあくまでも国税庁のこの累進税率の表の上であくまでも相対的に低いっていうわけですので、ちょっと誤解のないようにお願いします。はい。じゃあなぜこの結論、年収が低い場合損出しのメリットが小さいのか見ていきましょう。ということでこちらがまさにその国税庁の累進課税の分類なんですけれども、こんな感じで国税庁は所得を7つのレベルに分類してますと。で、それぞれの所得税率はこんな感じでですね、年収が上がれば上がるほど 5% から税率が 45% までどんどん高くなっていくっていう仕組みですね。で、ちなみにこの所得っていうのはですね、なかなか我々には馴染みのない概念でして、これは額面の収入から様々な経費や控除を引いて残ったものが所得なんですよね。ということで、この所得だけを見ても皆さんがですね、どこに分類されるかっていうのが分かりにくいと思うので、サラリーマンの人の場合はっていうことで、私の概算ですけれども、それぞれの所得に入る額面年収の目安というのを載せておりますので、ぜひ参考にしながら自分はどこの所得に分類されるのかなっていう形で聞いてください。はい、ということで今考えるのは配当にかかる税金を見ていきたいんですけれども、まず損出しをしない場合について考えていきましょうと。で、
配当にかかる税金っていうのは所得税と住民税があるわけですね。で、課税方法は最初に見た通り何にも申告しない場合と、あとは総合課税と分離課税を選べるんでしたね。で、何にも申告しない場合っていうのは分離課税と同じ税率なので、ちょっとここではですね、もうシンプルに総合課税と分離課税の比較のみを載せています。はい、じゃあまず所得税から見ますとですね、総合課税をした場合の税率っていうのがここに載っていて、で、分離課税をした場合の税率っていうのがここに載ってます。やっぱりですね、総合課税っていうのはこの配当控除が使えるんで、これを適用した後の税率っていうのは特に年収が低いうちはかなりお得。分離課税の場合は年収に関わらず 15% で固定なんですよね。だいたいその境目、どっちがお得かの境目で言うと、所得が900万円、まあサラリーマンの年収で言うと1300万ぐらいですかねっていうラインまでは総合課税を選択した方がお得、それ以降は分離課税の方がお得になるっていうことですね。で、そのお得な方を並べたのがこちらですね。安い方を選択すればいいわけですから、お得な方を選んでください。で、住民税の方はどうかというとですね、これはですね、全員分離課税の方がお得なんですよね。なので、総合課税との比較は載せてません。もう全員共通で 5% だと思っていただいて結構です。ということで、所得税と住民税、これを足し合わせた合計税率っていうのがこちらですね。何も確定申告しない場合の税率っていうのは 20% でしたから、このようにですね、損出しに頼らずとも、まあ所得がですね、このライン900万円以下の人の場合は総合課税によってですね、税率を下げることができて、まあ最大 5% まで下げることができるよっていうことなんですよね。で、ちなみに今ですね、このように所得税はお得な方を選んで、で、住民税は分離課税を選んでって話をしましたけれども、実はですね、税制改正によって2024年からちょっと先からなんですけれども、このルールが変わって、ほんの少し増税になってしまうというルールが出たんですけれども、これはちょっとまだ先のことですし、今日は損出しの話ということで、また別の動画でお話ししようと思います。はい、ということでここまでが損出しをしない場合ですね。で、じゃあ次、いよいよですね、損出しをした場合どうなるかっていうのを見ていきましょう。で、ここでは、受け取った配当金の全額を相殺できる十分な損出しして、譲渡損として出たというふうに仮定しましょうと。で、最初のスライドで見た通り、配当っていうのは分離課税の方式を選択することでですね、配当なのに株式の売却の損とも相殺ができるということがありましたね。なので今話したように十分大きな売却損があって、で、配当分離課税を選択して配当を全部完全に相殺できてしまったという場合はですね、そもそも税率をかける元がなくなってしまいますから、税金は年収によらずゼロにできるんですよ。ということで、まあ、今の前提のもとで損出しをした場合っていうのはこの結果もうゼロなんですよね。なので、損出しをしない場合と損出しをした場合の比較をするんですけれども、やっぱりこっちがゼロなんで答えはシンプルで、まあ、この条件下、つまり、まあ、日本株の配当で、かつ十分な譲渡損がある場合っていうのは、答えはシンプルで、年収によらずとにかく損出しをした方がいいということにはなります。なるんですが、ただですね、気をつけなきゃいけないことがあって、損出しっていうのはただじゃないんですよね。まずですね、損を出すには株を売らないといけないわけですよね。ということは売却の手数料がかかることが多いですよね。で、それにですね、損出しのために売るっていうのは少しナンセンスで、当初はその株がですね、皆さん値上がりすると思って買ったわけですよね。なので損出しをした後、当初の期待通りに株価が回復していってしまったら、その株価の回復をエンジョイできない大変な機会損失になってしまいますよね。もちろんですね、損出しはするんですけど、引き続きこの株は回復すると思っているんであれば、その損出しした翌日以降にですね、買い戻せばいいわけですけれども、やっぱりね、株価っていうのは刻一刻と変動しますから、翌日同じ値段で買い戻せるとは限らないですよね。翌日、もし自分が損出しとした時の値段よりも少し値上がりしていたら、その1日分の値上がりの機会損失になりますよね。もちろん逆にですね、翌日さらに値下がりしていたんだったら、その1日分の損失を回避できたのでお得ってことはあるんですけれども、いずれにしてもこの損出しというのはリスクのある行為なんですよね。じゃあ、そんな風に手数料だったりリスクをかけてですね、損出しをするかっていうところなんですけれども、ここでぜひ見ていただきたいのがですね、所得が330万円以下、まあサラリーマンの年収で言ったらだいたい650万円以下なんで、まあ日本の平均年収を考えると、ほとんどの方が結構このラインに入ってくるのかなと思うんですけれども、このような方っていうのはですね、配当にかかる税金、わざわざ損出しをしなくとも、このようにですね、配当控除を使うことによって、税率を 5% まで下げられるんですよね。例えばですよ、1年間で10万円の配当を受け取ってたとしたら、何もしなかったら 20% かかるんで2万円税金取られちゃうんで、これは痛いですよね。
ところが、配当控除を使う。総合課税にすればですね、そんな人なんかしなくたって、税金っていうのはたった5000円まで下げられるんですよ。で、じゃあこの5000円をゼロにするために、わざわざ手数料を払ったり、リスクを取ったりしてまでそんな仕様をするか。ここが皆さん、考えていただきたいところなんですよね。これはもう皆さんの手間だったりリスクに対する価値観次第みたいなところはありますんで。はい。ということで、これがですね、私が最初に述べたこの上に書いてる部分。日本株配当の場合、所得が330万までなら、損出するメリットは薄いので、やるかどうか皆さんの価値観でしっかり判断した方がいいですよ。無理して必ずやらなきゃいけないってわけでもないですよ、ということなんですよ。もちろんね、少額のうちからですね、こういう損出しって新しい経験を積んでおくってことは大事だと思うので、で、損出しやったことないけど勉強したいなという人はぜひやってみたらいいのかなと思いますし、あるいはもう配当が100万円を超えてきてるとかっていう人はですね、この 5% の差、もう5万円ですから馬鹿にならないのでやった方がいいかなと思いますね。はい、注意点1は以上になります。はい、続いて丸2。さっきはですね、日本株からの配当を見てきたんですけれども、今度は外国株からの配当を見ていきましょう。で、結論はですね、外国株の場合はですね、さっきとは違って所得が低くても損出しするメリットが大きいっていうことなんですよ。はい。さっきの丸1とですね、同じような表を見ていくんですけれども、まあ基本的に同じようなことなんで、丸2はサクサクいきますから、集中して見ていってください。はい。同じようにですね、損出しをしない場合と損出しをする場合に分けて考えてますが、まずは損出ししない場合を見ていきましょう。はい。同じようにですね、各所得の階層ごとにですね、総合課税と分離課税の税率を書いていて、その低い方を選択すればいいということで、低い方をこのお得な方に書いています。さっきと違うのは、日本株と違うのはですね、外国株の場合は、総合課税をしてもですね、配当控除が取れないんですよね。はい、この辺の話はですね、ぜひ最初に紹介した動画見ていただきたいんですけれども、外国株からの配当金っていうのはですね、これ皆さんが投資している海外の会社、Apple とか Google とかっていうのは、法人税をアメリカで払ってるわけですから、日本政府からしたらですね、別に二重課税してるつもりはないので、配当控除っていう武器を私たちにくれないんですよね。なので、日本株と違ってですね、外国株は配当控除が取れないので、所得が一番低い階層であってもですね、この住民税 5% と合わせると、合計税率は 10% までしか下がらないんですよね。そして、右側の損出しケース。同様にここではですね、受け取った配当を全額相殺することができるぐらい含み損が十分あって、それを確定させて損出ししてっていう場合、配当を全部消し込んだよっていう場合を想定するとですね、分離課税を選択して相殺すればですね、配当にかかる税金はゼロで済みますということですね。で、この損出しをしない場合と損出しをする場合の税率が出揃ったので比較をするわけですけれども、先ほど丸1の場合はですね、この辺が 5% まで下がってたんで、そんなに必死になって損出ししなくても 5% まで下がったら十分じゃないって話をしたんですけれども、外国株の場合はですね、一番所得の低い層でも 10% かかりますから、こうなってくると結構、この 10% をゼロにするっていうのはでかいので、まあ損出しをぜひ検討されたらいいのかなと思いますね。ということで結論は、外国株配当の場合は所得が低くても損出しするメリットは結構あるので、ぜひ検討されたらいかがでしょうかということになります。こんな感じでですね、日本株と外国株の違いを見るだけでもですね、結論っていうのは大きく違ってくるんですよね。はい、丸2はちょっと短いですけれども、以上になります。はい、ということで本日はですね、一旦ここで切りたいと思います。まず損出しの仕組みを皆さんと見てきた後にですね、年収が低い場合、損出しをするのってお得なの？どうなの？っていうのを日本株と外国株に分けて見てきました。はい。後半の動画ではですね、こんな感じで売却損が少ない場合とか、年収が上がる場合、下がる場合なんて、ちょっと皆さんが考えたこともないような話をしていきますので、ぜひ後半も楽しみにしていてください。チャンネル登録がまだの方はですね、ぜひチャンネル登録してお待ちください。また本日の内容良かった、次も楽しみだなという方はですね、ぜひグッドボタンで応援いただけるととっても嬉しいです。はい、本日の内容は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。これからも資産形成お役立ち情報を発信していきますので、パセイを応援してるよという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。